みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はですね、私のね、筆箱紹介をしていきたいと思います。ということで、この前ね、ロフトに行ってきたわけなんですけど、そこでね、可愛いと思った筆箱がありましてですね、タグとかと切ってね、中にね、文房具たちを、今使ってるね、文房具たちを入れてみたのでね、今回はね、それを紹介していきたいと思います。まあでも前の筆箱もめっちゃ気に入ってるそうなので、両方とも使えます。夏になったら、あれ夏っぽいもんね、前のね、ビニールでね、うん、もう寒くなるのでね。はい、じゃあお願いします。私嫌いなんです、冬。え？冬が嫌いなんです。そうなの？長いよね、冬ね。もう起きるのが辛すぎて無理。寒いとね、起きるのほんと辛いよね。あとね、私すぐ顔が赤くなるの、冬って。あー、みんな白いの、私だけ赤いの嫌なの。それはママに似たね。ママもすごい子供の頃は顔が赤かった。やだ、もう。まずね、筆箱を見せたいと思います。はい、じゃじゃーん、かわいくない？このなんか、まあ、ピンクみたいな、無地みたいな、もうシンプルって感じ。ザ・シンプルって感じですね。文字がここしか書いてないの、見えるかな。ここにしか書いてなくて、デザインかわいいと思って買いました。買っちゃいました。でも形的には使いやすそうね。はい。筆箱に何でも入れちゃう人はさ、使いにくいかもしれないけど、ほんと決められた、もう個数っていうか本数とか決められたものしか入れないって人には入れません。いいかも。なんかまあ学校で決まりあるからね。決められたものしか入れられない。そうだね。はい、じゃあ中見ますか。中見ますか。じゃあお願いします。じゃじゃん、こんな感じです。あ、なんか仕切りがついてるんだね。そうなんですよ、ここに仕切りがついてて、後でちょっと詳しく説明するので、うん、じゃあちょっと手元カメラにしますか。はい、そうですね。はい、チェンジ。はい、ということでね、さ、筆箱の中を紹介していきたいと思います。で、まずこっち側なんですけど、こっち側は鉛筆とか、鉛筆がじゃないものが入ってますね。付箋でしょ、まず付箋と、あと鉛筆削りですね。これやばいよね、もう1年経つ。もう真っ黒だね。真っ黒クロスケ。あとこれもね、定規。これもあともうちょっとで1年経つ、うん、懐かしいね。可愛くない？なんかコストコのさ、こうコンベアにさ、こう乗せてこうやつ引いてる。あのレジのところのね。それ分かる人数少ないんじゃない？レアでしょ。でも学校でも言われた、コストコだねって。マジすごいね、みんなコストコちゃんと一緒に行くんだね。買い物ね。で、次にね、マッキーペンなんですけど、うん、私が主に使ってるのはこのブロッキーちゃん。あー、好きだよね、ブロッキーが。大好きでね、大好きで使ってるんですけど、これね、水性なの。全然なんかピントが合わない。来た、うん、ブロッキーなんですけど、こちら水性なんです、うん、あ、そうなんだ。だからね、紙にはいいけど、あれだね、弾くところは無理ってことね。そういうこと、ほら、ここに書いてあるでしょ、うん、水性って、うんうん、弾いちゃうんです、たまに、うん、教科書とかもらうじゃないですか、うん、わー、6年生だ、5年生だ、4年生だ、3年生だ、2年生とかあると思うんですけどね。教科書もらうときに水性のペンで使うことあるの？ある、あるんだ。紙ぐらい。紙に書くんだ、うん、で、弾いちゃうときはこのマイネーム。初めてはマイネームだけでよくない？ねえ、やなの、これが使いたい。そうなの？こだわりがあるんですよ、と。へぇ、なので、2本持ち歩いてます。でも私はブロッキーを使います。弾いちゃったな、最悪って言って、ちょっとって書いてある。続いてはね、こちらボールペンですね。はい、このボールペン学校からもいただきまして。へー、あ、もちろん集金でさ、お金は取られてると思うんですけど。あの、字を書くときに使うの？違います。何で？これ絵で使いました。あ、図工か。図工の時間に、ね、あ、これで絵を描くんだ。なるほど。
でさ、もう使わないと思うんですけど、思い出として一応まだ入ってます。はい、使わないと思うんですよ。まあでも普通のボールペンでしょ、はい、そうだから何でも使える、うん、字とかでも普通に使えるし、うん、はい、はい、持ってます。もうここにね、空っぽになっちゃったんで、うん、奥の方に体重が、体重というか、重さが。あ、次にね、はい、こっち側行きますよ。こっち側はもう主に鉛筆。あと赤青鉛筆。使いかけっていうね。もうだいぶ短くなったね。いや、私、あのね、今筆箱の中にね、あの赤青鉛筆3本あって。あ、そうなんだ。の一番使ってな、あ、危ない。一番使われてなかったのを持ってきました。じゃあもっと短いの他は。そういうわけじゃない、見る。意味がわかんない。どういうこと。一番使えそうなやつを持ってきたってこと。見てくださいよ。これとこれでね、あのね、赤しかないの。で、これもね、あのね、あ、こっちだ、こっちだ。これもね、あのね、最初で、あのね、さっきまでね、この辺まであって、使ってたら折れちゃってね、削ったらもうな、全然なくなっちゃって、もう使えないじゃんってなったんですよ。青が先になくなっちゃうんだ。うん。あ、でもこっちは赤が先になくなってる、ね。いや、これはね、去年使ってたの。あ、そうなんだ。で、まだ、あの、机の中に入ってて、いいじゃん、これ使えると思って。これは最近の、すごいことになってるね。え、でも聞いてください、赤がね 7割で、うん、この鉛筆青が3割しかないんですよ。ああ、そういうことか。半々だったら絶対こうなります、私は。なるほどね。はいはい、まあいいや、まだ使えるからね。だから赤は使えるんで、うん、一応3本入れてたんですけ ど本当は学校の決まりで赤青鉛筆は1本しかダメって。じゃあその赤をちょっと、だからこれをある方を持っていこうかなと思って、そうしましょう。これを持ってきます。で、あとはもう鉛筆ですよ。はい、もうしほちゃんといえば、あの、なんだっけ、フライングタイガー。フライングタイガーで買った鉛筆を使ってます。相変わらず好きなんだよね。大好き、もうこれ待って、ん、一つ短いの混じってる。うん、めっちゃ短いのね、一本だけめっちゃ短いんだけど。え、待って、え、 1,2,3,4,5,6 7本も入ってるの。私6本しか入れてないんだけど。じゃあ紛れちゃったらしいです。はい、じゃあね、6本までしか入れちゃいけないんだよね。そうなんですよ。はい、最悪ですよね。あんま多いとね、まあ、まあまあまあね、うん、これ、あの仕切り、あの取れるんだよね。そうなんですよ、これね、もともと買った時こうなってて、え、これ何と思ったら仕切りに来て、これ取れるんですよね。取れるんだよね、こんな感じで。で、取って、まあ、じゃ全部混ぜて使ってもいいんですし、さっきみたいに、で、合わせた方が使いやすいかもね、鉛筆は鉛筆とかの方が。だよね。うん、あとそうしたらだいぶ汚れとかも減るだろうし、鉛筆の汚れが。確かに、鉛筆の汚れが欲しかった。筆箱がね、汚れるのって、なんで汚れるかって、この鉛筆の下で汚れるんですよね。キャップなんですよ。キャップがないんですよ。なんかね、好みがうるさくてね、あのキャップは嫌だ、このキャップは嫌だとか言ってね、結局ね、使ってないんだよね。無地のキャップがいいから、無印か100均行こうね。100均に売ってるかな、無地のキャップ。でも真っ白がいいの。真っ白か真っ黒。こだわりが強すぎる。真っ黒か真っ白のキャップなんて見たことないけど、あるかね。自分で塗れば。なかなか出会いねえねえ、ママ、聞いて、私不器用なの知ってる？知ってるけど、塗るぐらいできるでしょうよ。無理だよということで、はい、ここのね、しまいたいと思います。はい、まあ中身はね、あんまりもう学校で決まりがあるので、鉛筆6本とかね。そうですね、ペン1本。はい、で、そしたら次ね、こっち側ですね。こっち側はもう消しゴムですよ。これジャポン日課学習うちゃおのね、連絡帳なんですけど。なんかいたずら書きしてあるけど。え、どこに？え、それいたずら書きじゃないの？どれ？え、このマス目みたいなの、もともとついてんの？これもともとついてるんだよ、これ。え、しーちゃんがいたずらで書いたんじゃない？書いたんじゃないわ。そうなんだ。こんな感じでね、中のね、あのね、連絡帳のね、そう、でも今なんかもう鉛筆で黒くなっちゃってて、ね、 ね、だから落書きだと思ったらしいですけど、書いたんじゃないんですよ。そうなんだ、てっきりいたずら書きしたのかと思った。暇で全然ピントが合わない。うぞ、ちょっと話して。
だん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 、まあわかるでしょう、この連絡帳を使ってる人は。わかる、うん、この太さが好きなんです私。はい、まあ連絡帳っていうね、あのマス目のね、あと連絡帳のファイルとこの連絡帳を使ってます、うん、だからチョコニカ好きだからね、ジャポニカ好き。あとね、あのね、そう、漢字もジャポニカで、うん、算数とかの、あの理科社会もジャポニカのものを使ってて、算数だけママに頼んだら、うん、なんか5セットのなんかジャポニカじゃないやつ買ってきちゃって、なんか怒られてるママ、せっかく買ってきたのに、5冊まとめてさ、そうだから5冊まとめればさ、5回さ買いに行かなくて済むんだよ、よくない？でもジャポニカじゃない。ジャポニカじゃなくていいんでしょ、別に何でもいいって言ったから買ってきたのよ。よくいますよね、何でもいいって言うからさ、何でもいいって言うからですよ、ちゃんとね確認したら何でもいいって、もう3回目ですけど、何でもいいって言うから買ってきたのに、買ってきて文句言う人いますよね、あれ何でもいいって言ったよねっていう。何でもいいだって言ってないよね。言ったよ、どんなのと、え、何でも大丈夫、5ミリ方眼ならって言ったよね。あれ言いましたよ。だからさ、買ってきてって言われたからさ、買ってきたのにさ、あら、ママ優しい、文句言われてさ、いるよね、こういう子ね、だったら自分で買いに行けばいい。優しいお母様。お母様優しいわ、上様。あれね、ラストですね。あとここにね、あのちょっと名前書いてあるんですけど、三角定規と分度器が入ってます。はい、これ入ったね。でしょ、以上ですね。いいじゃないですか、使いやすそう、結構だよね、うん。はい、ということで、はい、今回はね、今年の冬から使う私の筆箱を紹介してみました。はい、ということで、それではバイバーイ。かわいいよね。うん。